今のプレーなら綺麗なプレーですね、はい、気持ちよく始まっていけばいいですね。そうですね、ハミルトン、ハミルトン自ら狙って、まずは立ち上がり両者ともスリーポイント、この前からね、張本ハギシル、これも寺島ドライブで行くが落ちてハミルトンです。いいですね、長いパス、速攻、シガー、村上オフェンスリバウンド拾えるといいですよね。はい、サイモンドライブ入って原山つくが、これはファウルです。はい、ボール回し、ナイスドライブ、ナイス狙うか、トップに戻して、いい守りですね、沼田のスリーをよくまとめましたね、はい、そうですね、京都ハンナリズの、ゾーンディフェンスが続いてるわけですね、はい、で、まあ、ここで、このゆっくりのペースで、まあ、ああいったミスをね、ちょっと上手いですね。そうですね、はい、いいねを代表する、そしてこれもスティール、うまく拾った、ミスだ、決めた。少し時間を使いながらハミルトンが、カリマタトップドライブ、バウンドパス、ブラント、今のいいですね、はい、ですかね、滋賀の守備、ローソン、寺島入って、これも持ち味ですか、エドワー、サイモン狙う、落ちて細川ひろしです、ナイスです、アグレッシブです、サイモン行く、そしてダンク、ローソン、サイモン、サイモンにブラントンですが、これブロキできないですね、はい、上はありません。そしてハミルトン行く、ダブルチーム、そしてエドワー、タイムアウト、はい、今だからのこれもね、ダブルチームで行くんですね、おお、ここから狙う、うわ、決めました、展開です。ここはまたライス選手チャンス。オッケー、打つく。おー、ライス狙う。ライスもこういったところで決めていきます。そうですね。久保田。最後ハンド。久保田。サイド変えた。そしてこれを決めていく。ライスのオフェンスがついている。狙ってきますね。ドライブでか。決まった。オクテウスがついた中点でも、はい、あ、これ行くっていう感じですよね。伊藤、松井がついていったが、さあハミルトン、ゴールした、ブランプ、これをカットする、サイモン、そして試合終了です。84対74、10点の差。